はい、こんにちは。しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は魔法というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、魔法は存在するのかという、まあ、質問があったとしたら、ね、もちろん答えは人によるということなんですよね。人によりますということです。な、ね、んでかっていうと、 人間っていうのは、まあ、自分が信じてるものしか認識することができないんですよね。まあ、自分が信じてないものは仮に存在してたとしても認識できません。ね、で人が認識することができるものっていうのはその人が信じていることだけなんですよね。だから魔法なんて絶対存在しないとありえないというふうに、まあ、信じきっているのであれば、まあ、その人の人生には魔法というのは存在しないんですね。あったとしても認識できません。 でそうした時にね魔法ってああるのかなと、ね、もしあったら面白そうだというふうに思える人であれば魔法のような力っていうのを認識することもできるんですよね。で魔法っていうのを、まあ、常識では絶対にありえない、ね、奇跡を起こす力魔法っていうのを、まあ、常識では絶対にありえない考えられない、ね、奇跡を起こす力というふうに仮に今回定義したならば、ね、その魔法っていうのは ね、やっぱりその人が本当に見ようと思えば見れるし、ね、聞こうと思えば聞けるんですよね。じゃあその、ね、常識では絶対にありえない奇跡を起こす力っていうのは何か、ね、それがこう現代の、ね、今の21世紀における魔法というのは何かということなんですけど、ね、それは、ね、あのか天才アインシュタインが実際計算してみて、ね、びっくりしたと。 いうね、あの力とということになりますすなわち、まあ、現在でね信じられない常識では絶対に考えられないような信じがたい奇跡を起こす力っていうのは何か魔法のような力っていうのは何かっていうと、まあ、答えは利利のの力力なんですね福利の力とでこれが現代21世紀における魔法のような力ということになります。 ね、具体的なちょっと説明を続けていきたいと思うんですけど仮に A さんと B さんっていうね2人の人が同じ会社に働いていて同じような仕事をしているとします、ね、A さんと B さんっていうのは、ね、基本的には、まあ、最初はね同じぐらいの能力で同じ会社で同じぐらいの仕事をしていると同じような仕事をしているということですよねこう見た目上外見上はほとんど同じという、まあ、2人がいるとします 最初の、ね、スタート地点は一緒ということです。で A さんはとにかく、ね、自分ができることを自分なりにやるという人なんですね。A さんは自分ができることを自分なりにやる人です。ね、だから今日も A さんは A さんなりに、ね、自分ができることをやりましたと、ねで。次の日も A さんは自分ができることを自分なりにやりましたとで。また次の日も A さんは自分ができることを自分なりにやりました。と A さんっていう人は自分ができることを自分なりにとにかく続けていく人なんですね。でそうするとこの A さんは結局ね自分ができることっていうのが例えば1ですから自分ができることを自分なりにやったってことであれば、まあ、1をずっと繰り返すということになるわけですよね。今日も自分ができることを自分なりにやりました。今日も自分ができることを自分なりにやりましたと。 で今日も自分ができることを自分なりにやりましたってなると A さんの人生っていうのは1 1 1 1 1っていうようよなな人生なんです、ね、じゃあ A さんって1年後にどれぐらい成長してるんでしょうかと、ね、能力っていうのをどれぐらい向上させることができる,でるんでしょうかって言ったら、まあ、1をね単純に365をかければいいわけですよね1っていうのを365回かければいいわけですでそうした場合、ね、A さんは1年間で結局1なんですよね つまり1年間自分ができることを自分なりにやり続けた結果1年前と1年後でほぼ同じ能力を持っているということになります。でもう一人の B さんっていう人は、ね、自分が昨日できたことを、ね、1%上回ろうと常にしている人だというふうにします。 ね、B さんという人は、昨日自分ができたことを1%上のことをやろうと、ね。例えば1%工夫しようとか、1%改善しようとかね。とにかく昨日自分ができたことをそのまま繰り返すのではなくて、1%昨日の自分を上回ろうと。ね、昨日よりも1%いい仕事をしよう。 ちょっとだけでも工夫しようとか少しだけでも改善しようということで常にこう1%の改善っていうのを、ね、やろうとしている人だとします。 で、そうすると、ね、A さんは、あ,あ、ごめんなさい、B さんは、まあ、1からスタートするわけですけど、昨日は1だった。でも、昨日を1%上回ろうとね、今日したと。ね、だから昨日よりも、ね、もっとね、いいものをやろうと。ね、自分、昨日の自分ができたことをただそのまま繰り返すのではなくて、昨日よりもね、1%いいことをやろうと。いい、上回ることをしようと。昨日の自分を1%超えようということをやっていると。 しますでそうすると最初は1ですけど次の日は1点1 0 1なんですね。でまた次の日は、ね、またそのねさらに1%上回ろうというふうにしようと。ね、でそれで1.01をまたかけるわけです。ね、でまた次の日も、ね、でも昨日できたことのさらに1%上を行こうということでまた1.01っていうのをかけるわけですね。 でそうすると 1.01×1.01×1.01 という人生になるわけです。じゃあ B さんは1年後にどれぐらい成長することができてたのかということですよね。A さんは自分ができることを自分なりにただ繰り返すだけだから1を365回かけても1なんですよ。1年前の A さんと1年後の A さんっていうのはほとんど同じということですよね。 B さんは 1.01×1.01×1.01 ということで常に昨日の自分を1%上回ろうというふうに、ねまあ、努力している、ね、工夫するなり改善するなり、ね、自分が持っているものを全部出し切るなりっていうことで常に昨日の自分を1%上回ろうとし続けている人だというふうにしますでそうしたときにじゃあ B さんは1年間でどれぐらい成長することができているのかと能力を向上させることができているのかということですよね そうしたときに、ね、A さんは 1, かける1を365回かけて1と、ね。で、B さんは、ね、同じ1年間で、ね、どれぐらい、ね、成長することができているのか、ね。A さんが1だったら B さんは、ね、その2倍の、ね、2ぐらい成長できているのかなと、ね。いや、もっとだなと。ね、A さんが1だったら、ね、B さんはその3倍の3ぐらい成長できているのかなと、ね。いや、もしかしたらね。 A さんは1だったかもしれないけど B さんは1%の改善っていうのを1年間365日続けたからねもしかしたら10倍ぐらい A さんよりも成長してるかもしれない同じ1年でねっていうふうに思うかもしれませんでは1.01を365回かけるとねいくつになるのかっていうと36783678 36なんですよ、ね A さんと B さんは同じ会社で同じような仕事を、ね、同じ時間やったんですよね。A さんは自分ができることをただ繰り返しただけで1年後も1と、ね。B さんは年あの自分ができることを昨日できたことよりも1%常に上回り続けようとしたんですね。でそしてその差え、2人の間についた1年間の差っていうのは3678なんですよ。 同じ時間を過ごして3,678倍 B さんは A さんより成長することができてるんですね。これが福利の力なんです。ね、いわば魔法なんですよ、ね。信じられないぐらい1年間で差がつくということなんですよね。 もう,もう常識では絶対考えられないわけですよなんかもうね3678倍ね能力を向上させてる B さんが A さんと同じぐらいの結果を出すってことはないですよね絶対違う結果を出してるんですよね、能力が3678倍違う人だから当然ね同じような仕事をしたとしても全然違う結果を出してるわけですよね A さんからするともう、ね、ありえないわけですよ、ね、な,なんで B さんはほとんど同じようなことをやってるにもかかわらず、ね、自分とは全く違う結果を出せてるのかって言ったらこのねふくりっていうのが働いてるわけです。一、ね、日一日は1%の改善だったからほとんど、ね、気づかないぐらいの改善なんですよ。ほとんど分からないんです。 ね、その目に見える部分とか外見上は、ね、全く同じことをやっているようにしか見えないんですよ。ただその1%の改善っていうのを積み上げていくと信じがたいぐらいの差がついてもちろん能力が3678倍違うならば出す結果も全然変わってくるということになるわけです。ね、じゃこれが仮に1年じゃなくて3年だったらどうかということですよね。1年じゃなくて3年だったらどうかと最初 A さんと B さんは同じような能力だったと。 で A さんは結局3年間ね今日もね自分ができることを自分なりにやりましたと今日も自分ができることを自分なりにやりましたと今日も自分ができることを自分なりにやりましたということで結局一応ね結局365日かける3年ですよね,ね一応365回かけてさらにねそれを 3, 3年分 ですよね、だから1を、ね、約1000回かけるということになりますよね。1を約1000回かけるといくつになるかといったらやっぱり1なんですよ。3年前の A さんと3年後の A さんというのはほとんど能力的には変わらないということになるわけですよね。3年という時間が過ぎたわけですけど、実際成長というのはほとんど見られなかったということになるわけです。 じゃあ B さんはっていうことですよね。B さんは1.01を約1000回かけることになりますよね。1.01×1.01×1.01 っていうのを、ね、1.01を1000回かけるっていうことになります。約3年っていうことになるとね。でそうするとどうなるかっていうことですよね。ね1年で、ね、A さんと B さんは3,678の。 差がついている3678倍能力を B さんは向上させることができているわけですじゃあね3年間約1000日だったらどれぐらいかということですよね1年で3678だったらねその3倍かなと3倍だったらまあ約1万倍ぐらいかなといや福利ってすごいからその倍ぐらい、ね、2万倍ぐらい差がついているかもしれないと、ね、いややっぱ福利っていうのは魔法っていうぐらいだから ね、その倍の4万倍ぐらいもしかしたら3年間で、ね、差がついてるかもしれないと、ね、っていうような感じだと思うんですけど、ね、全然とんでもないんですよね。福利の魔法というのはそんなもんじゃないんですよ。ね、1.01を、ね、約1000回かけると、ね、いくつになるかというと295万815。 295万,29万815要するに3年で約200万倍の差がつくということなんですよね能力に、ね、それぐらい成長するんですよ人っていうのは 3, あの3年間でね,ねでおそらくねお子さんがいる、ね、方だったらねそれすごく実感できると思うんですよね ね、最初生まれたばっかりの0歳の赤ちゃんが3年間でどれぐらい変わるかっていうのはね赤ちゃんを、ね、育てたことがある子供を育てたことがある方だったら、ね、すごく、ね、実感できると思うんですよ最初の赤ちゃんって、ね、3キロぐらいの、ね、身長5 0ンチぐらいで体重が、ね、3キロぐらいですよねでもう泣くしかででできないわけですよ、ね、でも3歳の子って言ったら、まあ、人間としては一通りのことはできるんですよね実際はね さたった3年っていうね約1000日間っていうので、ね、赤ちゃんが3歳になるって言ったら、まあ、信じがたいぐらい、ね、成長するわけですよでこれはね実は年齢関係ないんですよねねあのなんで0歳の赤ちゃんが3歳になると人間として一通りのことが大体できるようになるかって言ったらこれなんですよ福利の力が働いてるんです赤ちゃんっていうのは日々全力なんですね もう喜怒哀楽すべて全力なんですよ自分が持ってるエネルギー全てをその日その日で全力で、ね、表現するんですよね。だからね赤ちゃんの成長っていうのはこう福利の成長なんですよね。 だから生まれたばっかりの瞬間の力が1しかなかったとしても毎日毎日ふくりふくりふくりで成長していくと結局200万倍ぐらい能力を向上させているからだから0歳の赤ちゃんが3歳になるという人間としては一通りのことが大体できるようになっているわけなんです、ねで。これは年齢関係ないんですよ実は20歳から23歳でも一緒だし、ね、30歳から33歳でも一緒だし40から43歳でも一緒だし50歳から53歳でも一緒なんですよね。 ただ、じゃあ何が違うんですかって言ったらね、福利が働いてるかどうかだけなんですよ。福利が働いてるかどうかだけ。ね、あの福利が働かない人っていうのは簡単に言ったら手を抜く人なんですよね。もうまあ今日もね、自分ができることを自分なりにやりました。もう文句ないですよね、みたいな。 ね、いやもそれも自分ができることを、ね、自分なりにやったんです。ね、文句ないですよね。とこうだと、ね、結局、ね、1を何回もかけることになるから、ね、たとえ3年間1000日っていう時間があっても、ね、1は、ね、1000回かけてもやっぱり1にしかならないんですよ。ね、それは福利が働いいてなな人生なんです ね、なんで0歳の赤ちゃんが 3, 3年間であんなに、ね、できることっていうのを増やして能力っていうのを向上させることができるのに同じ、ね、3年間という同じ1000日で,なんでねで年齢を重ねるほどに成長の幅が小さくなるかって言ったら簡単に言ったら福利が働いてるかかどうかだけなんです人生に福利が働いてると、ね、3年あったら大概のことはできるようになるんですよ実際は。その分野においててどどどどれれほほ素人だだったとしても としてもどれほど苦手意識があったとしても3年福利を働かせることができたらそれも大概の,、ね、のことができるようになってるんですね。単純に1.01を1000回かけると200万倍とかになってるわけですよ。もう完全に極めるってことができてるんですねで。これが現代の魔法なんです 1>, 1日1日はわずか1%なんですよやってもやらなくてもどっちでもいいぐらいの工夫だしやってもやらなくてもどっちでもいいぐらいの改善なんですよ、ねまあ、あの成長してるとは言えないぐらい小さな成長なんですしかしそれを、ね、繰り返し繰り返し 1.01×1.01×1.01 っていうのをやっていくと、ね、もう1年後3年後には、ね、ほぼほぼ別人のごとく能力を向上させることができてるんですもちろん年年前の自分と3年後の自自分分と後 がね200万倍能力が違うんだったらそれは出してる結果は当然違いますよね当たり前ですけど違うんですよね200万倍能力を向上させてる人が同じ結果を出してるってことはありえないですよねそれは0歳の赤ちゃんと3歳のあね子供ができることが同じかどうかって言ったら違うに決まってるわけですよね でこれは年齢関係ないんですよ。だって同じ3年、同じ1000日なんだから、どれだけ能力を向上させることができるかって言った時にねあに、どこまでも、ね、成長させることはできるんですよ。能力を向上させることができるんですね。ただ、その人の人生に福利が働いてるかどうかっていうことが一番大きいんです。ね、福利が働いてないと。もうとにかく 1×1×1×1×1×1× と、ね。自分ができることを自分なりにやりましたよと。 今日も自分ができることを自分なりにやりましたよっていうんだったらその人は3年後も同じ能力しか持ってないんですよ。でも、ね、1.01×1.01×1.01×1.01 っていうのをやってると1年で3,678倍。 ね、でそして3年で200万倍だからこれはまさに魔法なんですよね普通の人から見たらねもう信じられないわけですよなんで、ね、3年前はほとんど同じぐらいの能力だったのに3年でこんなに差がついてしまったんだろうとおそ、まあ、らくね本当にねあの人生に福利をかけてる人が3年後も同じ環境にいるってことは実際はないんですけどもう実際その人はねあの能力が200万倍向上してるから違う環境に行ってしまってるんですけど、ね、多分ね A さんからしたら信じられないと思うんですよね。いやあの人ね同じぐらいの、ね、能力でね同じ会社にいて同じような仕事をしてたんだけどみたいな、ね。なんであの人あんなふうにね能力が上がってねしかも結果を変えることができたんだろうとねなんか秘密でもあったのかなと秘訣でもあったのかな。 なんかねこうとんでもないね、自分が知らないね、えー、突拍子もないことをやったのかなって思うかもしれないんですけど、実はそうじゃないんですよ。一、ね、日一日はね、大して変わらないんですよそう。目に見えるか見えないかって言ったら、見えないぐらいのちっちゃな差なんですよね。本当にちょっとした工夫かもしれないし、ちょっとした改善かもしれないんですよ。 ね、本当に少し、ね、こう差が、ね、あったかどうかっていうぐらいなんですよ、こうもう目には見えないぐらいの差なんです。しかし、そのちっちゃな差、微差ですよね、1%の改善、1%の工夫ですよね、がずーっと積み重なっていくと、1年、3年、5年、10年でもう信じがたい差。 1>, 1年で3678倍、3年で200万倍とか、そういう差になってきて、もね、そこまでいくとね、もう結果が全然変わってくるわけです能力がそこまで違うわけだから、結果も当然変わってくるわけですよ。0歳の赤ちゃんと3歳の、ね、子供でね、できることが違いますかって百パーセ100%違いますよね。 それがじゃあね、例えば40歳の人と43歳の人で3年間ずっと人生に福利をかけていった人でいけば能力が200万倍違うわけだから当然出す結果も違ってくるんですよ。ででなんであの人はあんな結果が出せるんだろうって言ったらそれはね、もうこのね、現代の魔法を使ってるわけです。つまり福利です。福利の力っていうのを使ってるわけなんですね。なのでとにかくね、自分なりじゃダメなんですよ。はっきり言うとね。 自分なりじゃダメなんですよ、ね。ただ単に自分なりに真面目にやりましたとかだったらね,ね、それは普通なんですよ。一応ね、人生にかけてもね、何回かけても一応一にしかならないんです。ね、だけど、常に昨日の自分を超えていくんですよ。ね 一番わかりやすいのは筋肉トレーニングだと思うんですけど、一番わかりやすいのは筋肉トレーニングで、ね、昨日ね、例えばね、あの30キロ上げられたんだったら、今日三30キロ上げてもしょうがないんですよ、だって昨日三30キロ上げることができてるんだから、それ繰り返してもしょうがないんですよね。 だったら今日は3 1キロとか、ね、やっぱりこう自分で、ね、重りを足していくんですよ。ね、もう3 0キロは自分ができることは分かっていると。で、ね、も、ね、昨日3 0キロだったらスイ,スイ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 できましたと。だったら今日は、ね、その昨日の自分を超えるように1いも重りを足すんですよ。ね、3 1キロにするんです。ね、自分で。 そうやって昨日の自分を常に常に超えていこう超えていこうってするとその人の人生には福利が働きますそうすると1年3年5年10年でもうこれ信じがたいぐらい成長していくことができるんですねそうすると結果っていうのも全然変わってきますねもう常識では絶対ね信じられないもうあの人はきっとね生まれながらのねあの才能があったんだとか ね、あの人はね、自分たちが知らない何かを知っていてね、その秘密をね、実践してるから結果が出てるんだと。ね、自分たちにはね、あの人みたいな才能がないとか、あの人が知ってる何か秘密をね、知らないから。 だからうまくいかないんだとかね結果が違うんだっていうふうに思うかもしれないんですけど確かに結果はね出してる結果はそれぐらいねもう信じがたいぐらい差がついてるわけですよ、ね、だけど実はやってることはね一緒なんですただ人生に福利が働いてるかどうかだけなんですね常に常に昨日の自分をねたった1%でもいいから上回ろうとし続けてるかどうかだけなんですよ ね、それをやっていくと、ね、本当にね魔法がおきあの、ね、働くんですよ。つまり常識では絶対信じることができない、ね、信じがたい結果っていうのを、ねえー、もたらすっていうことをできるんですよね。でそれが、ね、現代の魔法つまり福利なんです。ね、福利の力。 ね、なのでぜひねこう福利というのを、ね、人生に働かせてくださいあのね福利の力を自分の人生に働かして常に福利で成長していくっていうのを心がけてください、ね、昨日できたことをね今日も全く同じように繰り返すだけだったら意味がないんですよそれは1をかけても成長しないんですそうじゃなくてもうとにかくね昨日の自分も全部ね昨日の自分として出し切ったんだけど全力を全身全霊で出し切ったんだけど だけど今日は今日で、ね、全身全霊を出し切るんですよ。昨日の自分を超えていくんです。その超える幅は1%でもいいんです。1%を超えたとしても、それを1年積み重ねれば3678倍の能力向上になるし、3年続ければ200万倍に能力向上できるんですね。それはもう赤ちゃん、ね、0歳の生まれたばっかりの赤ちゃんが3歳になると、人としてね、できることっていうのは最低限一通りできるぐらい、ね、全然変わってくるんですよ。同じ人間でもね。 それが現代21世紀の魔法なんです。それが福利の力なんです。なので、ぜひね、人生において福利を働かせてください。常に福利っていうのを意識してください。常に昨日の自分を上回っているかと。 昨日できたことをただ繰り返しても仕方がないと。今日は昨日、ね、できなかったことに挑戦する。昨日よりもほんのほんの少しでも上に挑戦すると。昨日よりもさらに自分に負荷をかけるとか、工夫するとか、改善するってことを、ね、常に常に心がけて、そして実際に工夫してください。実際に改善してください。そしてそれを繰り返してください。1年、3年、5年っていうふうに繰り返してください。そしたらもう、ね、3年後、5年後、10年後は、ね、本当に奇跡 としか思えないねそういうね全然違う結果っていうのをね受け取ることができるようになってます。なんでね3年前、5年前と、ね、こんなに今自分の状況は変わってるんだろうとね。ね3年前、5年前ね、ねじゃあこの状況がね想像できたかって言ったらね1秒も想像できなかったなとね。ねなんで3年、5年で、たった3年、5年でこんなにね 差がついたんだろう要するにね、こう信じがたい、ね、状況にいることができてるんだろう、これは奇跡が起きてるとしか思えないなっていう状況が、ね、実際にね自分自身で人生において作ることができてます。ねあなたが3年後、5年後ね、ね振り返ったときにね、 3年前の自分と比べて5年前の自分と比べて今は全然違う状況にいることができているこれ何でだろう奇跡が起きたとしか思えないっていうふうに将来をもうまっう的に変えていくことができるとするならばそれはあなたが自分の人生に福利の力を働かしたということなんです。 福利がずっと掛け合わさって結果的にはね一日一日は大して変化がなかった1%ずつしか、ね、改善してない工夫できてないということだったとしても実はそれがね積み重なって積み重なって信じがたいぐらい自分っていうものを向上させることができてるんですねでもちろん自分の能力がそんなに圧倒的にか変わってるのであれば出せる結果っていうのも変わってきてるわけなんです ね、なので、ね、あの魔法っていうのは、ね、あるんですかないんですかって言われたら、ね、その人が魔法というものが存在してるかどうかっていうのを信じてるかどうかだけなんですよ。ね、その魔法っていうのは、ね、常識では絶対考えられない想像できない、ね、あの信じられないような、ね、圧倒的な結果をもたらす力ということです、ね。そしてその現代における魔法っていうのは福利の力です。あとはその福利ののの利力っていうのを自分の人生に 生かすことができるかどうかその福利の力っていうのを自分の人生に働かせることができるかどうかということですもし自分の人生に福利という魔法を働かせたならば3年5年で奇跡のような未来に出会うことができるというお話ですはい今回の動画がですねあなたのお役に立ったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいですチャンネル登録もよろしくお願いいたします そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。